シューはイランの北東部、カスピ海南岸にある州。州都はゴルガーン。人口は2005年に170万人、面積は2380キロ平方メートル。ゴレスターンの気候は年間を通じて穏やかで過ごしやすい。地理的には、平野部とアルボルズ山脈の山岳部に2分される。アルボルズ山脈は、東部では北東に向かって高度を下げていく。 州内の最高地点は、シャーバル山の標高3945メートルである、ゴンバゲ・カーブース、1007年創建。中世イランに花開く、芸術、建築を彷彿とさせる。この地域に、人々が住み出したのは、紀元前1000年頃に遡る。今のゴルガンの都市近郊に古代都市、ジョルジャーンの遺跡を今日もなお見ることができる。ジョルジャーンは、シルクロード上にあって、 イランの重要な都市であった。また今日のゴルガーンは1937年以前、エステラバーあるいはアスタラーバードと呼ばれた。ゴレスターン州は1997年、マーザンダラーン州から分割された。管下に、バンダレトルキャマーン、バンダレ、ギャズ、アリーアバード、コルドクイー、ゴルガーン、ゴンバデカーブルス、ミーヌーダッシュとの諸分を要する。少数民族としては、 トルキャマーンが、州の北部、特にコンバドやバンダレトルキャマーンなどの町に住む。またバローチ、アゼリー人、アフガン人、アルメニア人のコミュニティもあり、その伝統を守っている。ブワイフ朝やズイアールアサなどのイラン王朝は、この地域に起こり、前イスラーム期のイラン文明復興で知られている。例えば、ブワイフ朝の君主は、 サーサーン・アサの支配者たちが用いたシャーハンシャーの称号を名乗った。州内には世界で最も高いレンガ作りの塔が建っている。ゴンバデ・カーブースがそれでこの地域の有名なアミールの創建になるものである。ありがとうございます。